ニャー KB のゲリライベントを見ていたな、蕎麦屋。ほいはく。いくよ、三つ目。おはようございます。探偵依頼をご確認くださいませ。冷えた一杯のかけそば。お蕎麦屋さんからの依頼です。出前の道中でかけそばが消えてなくなってしまったとか。なんとも奇妙な話ですね。なんだそれ。じゃあ行くよ。このクエストを受けます。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。こちらは蕎麦屋の店員からの依頼ですが、今日はお店が忙しくて事務所に来られないんだそうです。ふんふん、そのパターンね。それでどこに行けばいいって？青葉の蕎麦屋に来てくださいとのことです。行ってみるだに。近いね。昼間に青葉原の蕎麦屋で話を聞こう。まあ昼間じゃなかったらいないだろうね。まず。あ、危険。ごめんね車。ここやん。え、ここやん。え、これ？お、びっくりした。こっちか。えらいハイカラの蕎麦屋やなと思ったけど。おお、いいねいいね、なんか雰囲気が。どうしたの？もしかして君が探偵さん？その通り。どんな難事件もペロッと解決、あゆうさ不思議探偵士です。聞こえてないから。それでそれで、今回の依頼内容は？はい。探してほしいものがあるんです。探し物ですか。少し物足りない依頼ではありますが。いいでしょう。引き受けましょう。で、探し物とは、めっちゃ上からやな。蕎麦です。蕎麦っすか？あれはちょうど夕方の5時でした。僕は確かに注文のあったかけそばを持って店を出たんです。隣の交番で警察官に挨拶をして、それから、あ、何事もなくいつものようにニャー KB 劇場の前を通って、なぜどもった。アニメ堂の店員さんに蕎麦を届けに行きました。でもその時にはもうかけそばの姿はどこにも。不思議な事件だにね。ではまず話に出てきたアニメ堂と交番で聞き込みをして手がかりを集めてみるとしましょう。いいね、探偵っぽいね。青葉原で手がかりを探そう。おう。とりあえず最初に、ん？劇場もやっけ？ニャー KB 劇場、ん？ニャー KB 劇場の横を通っただけやったっけ？じゃあとりあえず、あれか、アニメ堂。あ、ほら矢印出とるやん。アニメ堂に向かって、はい。ん？こいつ？生きててよかった。サラピアーズに出会えてよかったよ。違うわ、こっちの旗だわ。あなたこの間、蕎麦の出前を頼んだそうですね。蕎麦？え？ああ、あの日のことね。あの日はびっくりしたよ、ほんと。あの日は道が人で溢れ返ってたから蕎麦屋に出前を頼んだの。評判いいのに食べたことなかったから、すっごく楽しみに待ったんだよね。なのに全然来なくってさ。30分遅れてようやく来たかと思えば、蕎麦がないだもん。30分の遅刻？それは初耳ですね。これは、結構手がかりになりそうな情報だに。消えた一杯のかけそば、手がかり、アニメ堂の店員の証言をつかんだ。おかげでその日は夜まで何も食べられなかったんだ。それはお気の毒でしたね。遅刻したことは知られたくなかったのか。そんなすぐに出てくるような事実。んで、次は？あっちだ。どこへ向かえばよろしいの？あ、そこになんか誰かおるっぽい。どれ？この辺。あ、そっか、交番。おまわりさん。こんにちは。調査にご協力いただけますかな？何の調査かな？いいよ。何が聞きたいんだい？ニャー KB 劇場についてお伺いしたいのですが。関係ないこと聞いてどうするだに。
いやー、すごい人気だよね。イベントがある日は大混雑で、僕ら警察も大忙しなんだ。あ、でも劇場の隣に警察署っていいね。確実におかしな犯人とか取り押さえれるやん。なるほどなるほど。あ、そうそう、この間も日焼けエリ劇場の前でゲリライベントが行われていて、すごい人だかりだったんだ。ゲリライベントってなんだに？事前に予告なしで行われるイベントのことだよ。でもこれは事件の手がかりになるかもですな。冷えた一杯のかけそば、手がかり、おまわりさんの証言をつかんだ。そうだにか？よし、この調子で調査を進めるとしよう。次は？アニメ堂の店員がそばを頼んだ日、道は人でいっぱいだった。これはもしや、ニャー KB のゲリライベントがあったからなのでは？そして、そば屋の30分の遅刻。事件の真相が見えてきましたぞ。あ、ニャー KB のゲリライベントを見ていたな、そば屋。ほんとだに？しかし、もう一つ証言が欲しいところですな。そばが丼ごと消えるなんて、やっぱり不思議な事件だに。消えるなんてことはありえない。きっと盗まれたんだ。そして盗まれたのだとしたら、犯行は人混みで行われた可能性が高い。いやいやいや、ちょっと待つだに。盗まれたって言っても、おつゆたっぷりのかけそばだによ。いくらなんでも気づくだに。そう、普通は気づくはず。この事件の犯人が人間なら、ね。妖怪なら気づかれずに盗めちゃうんじゃないかな。誰だ？確かゲリライベントがあった場所は、ニャー KB 劇場の前だっただに。もしや、ジバニャン。その辺に怪しい妖怪がいないか調べてみるとしよう。ま、ジバニャンは、USA におるもんね。よし、ん？なんかこの辺にマークが。いない。この辺だな。さあ来いよ。姿を現せよ。いませんけど。何もいないんですけど。悲しい。全く何もいないな。ねえ。でもこの辺なんかさ、この辺におるはずなんやけどな。さあどうよ。あ、この辺おったよ。ひもじい？ひもじいか？妖怪を見つけた。食べちゃったんだね、ひもじい。なんじゃ？この妖怪が怪しい。お腹空いてて食べたでしょう。そのよだれ、そのポーズ。あなた、食いしん坊妖怪ね。いかにも。わしは妖怪ひもじい。いつも腹をすかしておる妖怪じゃ。なるほど。実に簡単な事件でした。あの日、かけそばを誰にも気づかれず盗むことができた人物がいるとすれば。すれば？それはあなただ、ひもじいさん。ああ、そうじゃよ。簡単に認めた。あっさり認めたらに。あれはニャー KB とかいうアイドルのゲリライベントの日じゃった。人混みの中からかけそばの悲鳴が聞こえたんじゃ。どういうことやねん。かけそばの悲鳴？麺が伸びてしまう前にどうか早く食べてくれ。かけそばはそう言っておった。わしがかけそばを見たときは、すでに少し伸びかけておったよ。そんなかわいそうなかけそばを放っておくことはできんかった。配達するはずのものを伸ばさしてんじゃないよ。何綺麗事言ってるだに？かけそばは喋らないだによ。待つんだ、ウサピョンくん。ひもじいさんの今の言葉は、どっか胸に響くものがある。消えた一杯のかけそば、手がかり、ひもじいの証言をつかんだ。おう、そうじゃ、忘れておった。まだ解決じゃないんや。この丼を蕎麦屋に返しておいてくれ。これは、蕎麦屋の丼。あゆな、証拠まであるだによ。いただいておきましょう。
蕎麦屋の丼を手に入れた。え、目的は？犯人探しじゃないの？確かに蕎麦を盗んだのはひもじいだった。しかしこの事件はまだ終わっていない。何？かっこいいな。ウサピョンくん、我々は今一度蕎麦屋さんに話を聞く必要があるようだ。つうわけで蕎麦屋さんへ行こう。あの人クビにならんよね。え、それかあれが店長とかいう感じ？てかすぐ隣やないかい。さあさあさあ、蕎麦屋さん説明してもらいましょうか。ちょっと質問をよろしいですかな。犯人が見つからなら何でも答えるよ。何が知りたいんだい？もう音楽までかっこいいわ。ニャー KB、出前のそばを自分で選んだのは本当、運んだのは本当にかけそば。違う、ニャー KB では誰が好き？僕はやっぱりふささたん。お、いやー最高だよね、ニャー KB。やっぱりファンだったか。ふささたんのあのキリッとした目、つるんとした可愛いおでこ、一生懸命踊ってるのを見るとつい応援したくなるんだよなー。この間のゲリライベントもすごかったそうですね。うん、本当に最高だったよ。ちょっと墓穴掘りまくりですよ。その日はもしや蕎麦が盗まれた日なのでは？お、え、そうだったかも。アニメ堂の店員さんが証言してくれました。あなたは出前に30分遅刻したそうですね。ドキッ。そして事件の日のゲリライベントが始まったのは夕方5時。つまり、ニャー KB ファンのあなたはゲリライベントに遭遇し、出前そっちのけで。ゲリライベントの30分間、劇場前で寄り道をしていたのです。え、がっつりや。がっつり参加しとったんや。ごめんなさい。まさかあんなイベントがあるなんて。まあ、ゲリラだからね。30分の遅刻は認めます。でも蕎麦が盗まれたのは本当なんです。知ってるよ。では、これをお返ししましょう。蕎麦屋の丼を手渡した。お前かってならん。盗まれた蕎麦の丼。ってことは、犯人が見つかったのかい？了解でした。って言っても新人やろうな。ええ、見つかりました。しかし、事件の真犯人ではありませんでした。え？30分も経てば、麺はのっぴのび。つゆも冷めて美味しくなくなってしまう。確かにその人は出前の蕎麦を食べましたが、食べ物は美味しいうちに食べられてこそのもの。その人はそんなかけそばの命を救ったに過ぎない。そう思うのです。何をきれいにまとめようとしてるんだ。はっ。よって、この事件の真犯人は、そばをすぐに届けなかったあなたです。確かに君の言う通りだ。そば一筋2年半。なんたる失態。まだ2年半しか経ってないんや。結構短いだりね。約束するよ。もう二度とこのようなことはしない。これまで以上に美味しいそばをお届けできるように頑張るよ。その息っすよ。よかったら君も食べに来てね。ぜひぜひ。これにて一件落着だに。いいねいいね、この事件気に入ったよ。え、なに？びっくりした。解けない謎はありません。かわいい。消えた一杯のかけそばバッチリ解決。え、今までの2本ほどは何もなかったやん。ミステリーじゃなかったけんか。ミステリー系いいね。好きやね、ああいう推理とか。くだらんけど。ルーレットボーナス。おっしゃ、来い。何かしら当たれ。白だけは避けてね。おい。ナスの天ぷらを手に入れた。まあ、いっか。どれにしても何かしらはもらえるんだ。ストーリーのロックが外れた。おう。夜だよ、夜。はぁ、たくさん解決したね。いい調子だに。今日はもう家に帰ろっか。了解だに。お、強制的に帰ったか？朝になった。
い、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。